なんかテーマ半身半立ちだったんだけどね。僕が考えてるのはなんていうのかな、半身半立ちだと同じだの、普通の技と同じで、要は自由に動きたいわけじゃん。自由に動きて、そのためにじゃあどうするかって、半身半立ちは一人が座ってて一人が立ってんだから、当然こっちの方が足ベタってやってんだからね、足腰で、こっち彼は自由、俺は不自由だよって、そういう話なんだよね。で持たれちゃったの、持ちに来た状態かな。で、条件悪いじゃん。でハンディもらってるので、ハンディは合わせなくちゃいけないの。だからお藤井さんいい、こう来て彼女が決断した時にパッてこういうふうに、ほら瞬間お二人さんは腰上げんなっつったんだけど、俺は腰上げてんので、腰上げて瞬間にこういうふうに、ほら腰上げて自由に動ける、どこでも行けるよって、後ろでもいい前でもいいで、こうペタって座ってても持たれちゃうと、これどうしても動けないの、不自由なので、彼女は自由だからできないのね、俺何にもできないのだ、じゃなくて来た時に上げて、こう上がってるらこっち自由だから、いろいろできるのね、瞬間に、そのなんていうの、決断した瞬間に、だから決断した瞬間になるべく早く後ろに入るとか、そういうことを考えてるのね。で転換もそう、転換向こうへどうぞって、それが基本、立ってやってるのと同じ、立ってやってるのと同じ、向こうへどうぞって、向こうあっちでさよならって、そういう形ね、それと同じだから、座ってやっても立ってやっても同じで、彼女が来たの遅れちゃったら五の技になっちゃうの、だからなるべく早めにこう来て、あ来るなって、向こうでさよなら、そういう感じね。で人によっていろいろ立てる人立てない人いるんだけど、僕が習ったのはね、これは不自由、これはお尻がついて、これは少し不自由、相手ら自由、もっと自由なのは立ってるのが一番自由だけど、足使えるのね、使える順番いろいろあるの。半分だとベタッと座ってるとこ足出ないの、足出ない、でもこうやってやってれば出るから、自由にある程度膝も使えます。膝はつま先かな、分かんないけど、そういう、ね、そういう形だから、ここをなるべく上げて自由に動きましょうねって、そういう話で、なるべく線でもらってどうぞさよならって、そういう感じ。じゃあちょっと自由になるためにやってんだからね、座っても自由な、なるべく自由に。じゃあ次こうやって座ってるよね、で彼女決断してくるんだよね、で来た時になるべく早く自由になりましょうって、自分が自由にいろいろ動ける、こう上げてた方が動けるよって、それは半身半立ちだよって、そういう形なんだけど、来た時に待ってる時しちゃうのだから、上がってきた時にポカッてこうに、攻撃は最大の防御だってのさっき話したんだけどね、攻撃バカッてこう、これやる前に決断す、彼女が打ってこようって決断する前に攻撃しちゃうの。そして最も大事なのは自分が当たらないようにすることね、当たっちゃったら死んじゃったら何もできないんだから、だから当たらないで攻撃を利用するっていうのかな、攻撃を利用して、当たらないって、こう入ってんのね。でもそれの方が大事、これを受けてこうやって受けて、それからやりましょうって言ってもできないの。でも彼女が上がってきた、決断した時に入ってるからできるの。これを受けてからじゃあ届かないんだよね、バーンバーン。だからそういう話だから、最大を、攻撃を利用するっていうかな、それと打たせる時に、白髪先生じゃないけど、これをこう弾くためにこういう手を使うんじゃなくて、こういうふうにほらずらすためにこういう手を使う、初めからねじる、ねじってこういうふうに打たせる、そうすると崩れるよね、自分が動かなくても、そういうふうにやった方がいいのね。
そしてこれと一緒に使ってバン、それでコーヒー打たせる、打たせる、そしてこうやってやるって感じ。それを利用引っ張ってこうね、ほら、それで打たせる、打たせる、打たせるの、中心外して打たせるの、そしてこう、まあそういう話だな。じゃあちょっとやってみましょうか。あのね、見てたんだけどね、みんなちょっと遅かったり早かったりいろいろで、早すぎると彼が決断する前にこう出ちゃうのね。で彼の余裕があるので、上がった時にやるって、そういうのが割と早い。で上がってこれからこうやってやったんじゃ遅いの、もう落ちてきちゃってっから。でこれ5になっちゃうので、5になった時に次はこういうふうに品川先生みたいにねやればいいんだけど、まあ要はさ、こうにほらこれと一緒に上がってるって感じ、これと一緒に上がってるっていう、こういう感じ。そしてほら自分がずれてるでしょ、ここにいたんだけどさ、こっちずれたの。ほんでここを止めるんじゃなくて、打たせてどうぞって、あちらへどうぞみたいな感じ、そういう感じなんだよね。難しいんだけどさ、でいろいろ技やりましょう。そういうことを意識して、だからこのタイミング、この上がってきたタイミングと、ガー外れたら俺こう外れてるの、ほら自分がこの手を避けてないの、こうやって避けてないの、打たせてるの、こう打たせてるの、打たせてるの、でここ入っちゃったの、そしてこの手使ってこういうふうに落としたので、2つか3つかな、それで技やるの。それでなるべくここのここを自由に使うっていう練習だから、こう上がってきて上がってきて、こうね上がってきたり上がってきて、こうに落とすとか、上がってきて後ろに、上がってきたら後ろに入るとか、なるべく後ろに入りたいの。上がってきて上がってこう落としたらこうね、こう入るとかさ、なるべく自由にしたいので、それにはなんとか、武道だからいろいろ使って、なんていうのは、それで線の方が楽、楽っていうのは線上がって決断した時にやっちゃった方が、やっつけちゃった方が楽で、楽なことしか考えてないから、ずる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 になってもいいので、何しろ線を外す、その自分を守るっていうのが一番大事だから、これ死んじゃったらどうしようもないんだからね。だから上がってきた時に守るだけだったら、守るだけだ、何もしなくてもいいよ、ここだけ守ってんの。そしてできるんだったらこういうとこやってから、こうね、いやこう足使って自由じゃん。でこうね、あとこう入ってきてくるっと回れば塩投げの形になるよね。まあそういう話だから、でいろいろ技やりましょう。いろいろね、こうやって入ってきて、でこうやって入ってきて、こう塩投げ、塩投げ、ボンってこういう塩投げとかさ、それから入ってきて、こうやって入ってきて、前にボカって入り投げとかさ、それからこうやって入ってきて、あっちゃ、俺ちょっとやべえ、やべえよこれ、やべえよ。まあそういう話。打たせて、こう僕ちょっと立ち膝になってますけどね。本当はこうね、こうで標的見せて打たせるの。打たせた時にこの嫌なのはこの足、この手、それから正面で受けたら来ちゃうんだね。だからできたら上がったと同時にここで受けないで、ここに受けないで、ここに受けんの、こう少しずらしてんので、ここ入るの、あ当てみ、余裕があればここ入るの、そしてこの手を曲げないで、向こうへ持っていかないで、このまんまこういうふうに、あちらへどうぞ、あちらへどうぞの時に自分が入ってんの、そしてこういうふうに入ったのなんて、なんていうの、自分がフォローしてる感じ、彼のフォロー、彼をコントロールして、こうやってこの手をやってないの、フォローしてんの、あーって線外して当て目に入りましたよ、それからね、こう彼向こうでしょ、でこうに入ったの何にも妨害してないの、妨害する意識でやっちゃダメ、それから妨害しちゃダメ、妨害しない、なるべく妨害しないで打ったらどうぞって、そういう感じ
なるべく妨害しないで線外して、安心安心な位置で当て身、線は向こうこう持ってきて足重で、なるべく足重にするためにここは立ってる。こうにやってると足が重に出ない、だからこうにやってると出るっていう風に習ったのね。ちょっと習い方違ったのかもしれないけど、まあそういう話。なるべくここ上げて足自由、足自由。じゃあちょっと潮内からやってみようか。今度はいいよ。あ、今度は座ってんのね。あ、僕は座って、僕は座って、こうやって座ってんだけどね。で、来たら優先順位は自分の言葉を守る、線を外す、当て身が入る。で、自分が安定してるってこと、まっすぐ安定。それとね、今彼言ってたんだけど、開いて待っちゃダメよって、こういうふうにこの話、これ痛いから膝壊しちゃうの。だからこうやって出たら、こうやって出たら膝頭がちゃんとついて、こう、それから回る。一旦必ずつけてから回る。そうじゃないとよちよちになっちゃってこう回れないからね。こう膝をつけてから回る。ここに回る。それを練習ってのは、それを気をつけてくださいね。あの、稽古やった、やればやるほど膝壊しちゃうんでしょうがないから、稽古やればやるほど健康になるってのが本当の姿。稽古やればやるほど膝壊しちゃったらどうしようもない。そういう話だからね。で、じゃあ今度はこういうふうに来て、今度は少し後ろこっち隙間見つけたの。それでこういうふうに入るの。そうすると自分がまっすぐ、そして起きてきたのを待って、正面ここに後半に入るの。ここに。そして、ほら、これ、待ってればボカンってくるよ。でも、来てもいいの、どうぞ。そう、いないの。そして、まっすぐ。で、下げる。ここを受ける。ね、ここを守る。守ってながら、当て身が入る。で、こっち入る。で、足は閉じる。これ、開いてないの。閉じてんの。で、入んだけど、入ったらすぐ閉じるの。こういうふうに閉じるのがコツだからね。あ、自由に動くコツは、開いてたらこう自由に動けないの。そして腰が自由になって、こうね、こうまっすぐ正面から入り身投げと潮投げ同じだから、あの形場所が違うだけだよ。こっち入ってきたら入り身投げなの、あ、潮投げなの。こっち入ってきただけ、こう入るかこう入るかだけ、足の違いだけだから、ね、こういうふうにやって膝を閉じて、そして腰を変えて、で、正面、まっすぐ、こう。じゃあ、ちょっと師匠、じゃあ、入り身投げやってみようか。この形で、これ、難しいんだけどね。俺も辛いんだけどね。こうやって座っててさ、で、一挙なんかすごい難しいの。で、これ、こっちからこういうふうに、立ってやると同じだからね。あの、すごく難しいの。で、こうやって来たら、これ、ここに来たら、ほら、外れてんの。それが大事。自分の安全ってのは一番第一優先だからね。こうね、ここにいたら、やこの手取りに来たらやられちゃうんだよ。だからやられないで、こっちほら線でもらって、ポンって来て、それで線でもらって、それでここね、こうで相手の置くところ大きく変わってくる。こうやってで後ろ足閉じて、それでこう隙間ね、こう隙間、こうにこうにで、こう落としてくる。そういう形ね。そして一挙で必要で、こう手下がったことで、これ手見てないので、僕が大事なのはこういうところで、当たらないこういうところ、それからこういうとこ入ってるの、それで真ん中入ってるの、そしてこうね、そういう感じ。難しいよね。で、裏は打たせてもいいよ、打たせてもいいよ。そして自分がさばいて裏に入って、それからこうやったら、この技だけど打たせてもいい。裏は5だからね。でも線でこうやって、線でこういうふうに入ってきた方が楽。足閉じてこういうふうに、そして一挙で大事なのは、こっち入、こっちからこういうふうに入ってとか、こっちからこういうふうに入るんだけど、この、こう来たよね、来て。で、こうに外れてきたんだよね。外れて打たせたんだよね。で、
これを利用してこのままあちらへどうぞでもいいの。それできるようにしとかないといけないの。だいつでもこっちでもいいし、こっちでもいい、どっちでもいいんだよ。彼のためにこっちでもいいの。この方が楽だからね。でも一挙は難しい。で稽古方法としてはすごくいいけど難しいから、足の使い方とか一つ一つ確認して、線が外れてますか、中心に入ってますかとか、力抜けてますかとか、そういうの練習しないと、ただ形を追っかけてるとそういう形になっちゃうから、その何注意すべき点をよく分かってて注意しながらやってるってことね。でみんな下手なんだから、俺も下手だけどみんな下手なのだから、教えてその体の使い方を教わるために一挙って形があるんだから、その辺ね練習して、じゃあ少しやりましょう。